うとましいものを下げすような目に思い出のかけらをもう探さない忘れたいことだけ積み重なってゆく溶けない雪のように積もる重さに息が詰まる「なかったことにできないなら」「忘れられないなら」「死んでしまったことにしてしまおう」「冷たいあの人は私のあの人じゃない」列車の感じでやっぱり
普通忘れたんですか。私で、ね、宿に帰ります。マイナス8度マイナス、本当にマイナス 8.9 度。本当にそうなんですか。本当にあの今朝がマイナス 8.9 だったんですって。で出てくる時の前の日が寒いねって言ってたマイナス5度だったんですよ。で出てくる日はマイナス1度だったんですよ。これやってるじゃん。もう雪もがっつり積もっちゃって大変なことになって。メーター途中で靴買った方がいいですよね。本当にそうですよね。ABC っていういい靴やがりますし。ABC ですね。あの北見ね、長野ですよ。全国チェーンでもないんですよ、北見には。ケンタッキーフライドチキンもモスバーガーも1軒しかないですからね、北見市に。コンビニは近くにあります。コンビニは意外といっぱいあるんです。セイコーマート、セイコーマートだ、そう、あの北海道限定のセイコーマートというコンビニです。すごいいっぱいありますよ。あのお惣菜が1パック100円なんですよ。すごいいいですよ。であの野菜とかも売ってるんですよ。であの田舎の方行くとね、今あのスーパーとかがあの家族経営でやってたようなところがもう閉店しちゃったりとかするんですよ、ご高齢で。そうするともうそういうところのもう生活物資すべてその田舎のセイコーマートが補ってるみたいなところがねいっぱいありますよ。悲しそうな顔してる。なんか。でもあのだいたい北見市はまだ若干あの都会です。耐えてますみたいな。若干都会でちゃんとあのスターバックスコーヒーあるんですか。ないですないよね。ドトールコーヒー旦那に聞いてます。ドトールはね一軒あります。あのコアチャンフォーっていう本屋さんの中に一軒あります。マクはそうですね。マクドナルドあります。マクドナルド国道に一軒あります。2軒あった。イオンもあります。そうかイオン入ったんだ。イオンあります。そうイオンがあります。イオンがあります。スターバックス高いですね。高いですよね。コーヒーいっぱい800円も出そうという気にならんですもんね。そうあのドトールっすよ。そうですね。去年のあの今時期ですかね、こちらまたちょっと歌いに来させていただいた時にですね、結構その時はあんまりお金がない感じのツアーだったので、食事が大体富士そばで済ませてたんですよね。で富士そばであの300円ぐらいでそば食べて、あとまああの宿でパンとかで朝は済ますんですけども、ライブハウスが開くまでの間の時間つぶしで入ったスタバのコーヒーが一番高かった。ダメだ。どんな食事よりも高かったっていう。富士そば8杯ぐらい食えます。本当にね、変わるでしょうかね。コロッケ付きでいけば。勧められるがままにあの何とかなく、そう何とかなくはあの豆乳に変えたのが失敗でしたね。いきなりあんな50円も上がるの豆乳でっていう。そんな名前負けさ恥ずかしいね。七色には遠い黒まだら模様、虹色に輝くなんて怪しいものさ。あざ笑うような声は水音のいたずら。背を振りほどいてたどり着いたけれど、水音に混じり聞こえてくる私を呼ぶ声、ほらあれがよそ者。永遠に続く命の輪の中で、ここが杭の住みかではないとしても、変わることのない流れを呪うよりも、今ある命の限りに泳ぐ。生まれいでし訳を誰も知らず、生きる
ることの訳を知るはずもなく、されど魚は行く川を遡り、汚された水にさえその身を垂らして、生まれいで仕訳を悩むよりも、生きることの訳を迷うよりも、遥か水音の先に待つ光に隠すものがあると呼ぶ声が来る。釣りの住みかではないとしても、変わることのない流れを呪うよりも、今で命の限りに泳げ泳げ。ここに赤白を連れてきたのは誰さ、食うために増やすためにここに放たれ、遠いあるお邪魔だと追い立てられ、ふるさとへ帰る術も持たないままに。